スター級の2対2の、チームレースを録画しましたので、それをまとめましたね。まあ、少し詳しく言うと、11月29日の夜の練習で、まあ、最初と最後に、何レースかやる機会だったので、そこだけを拾い集めて、まあ、多分全部で5レースぐらいあるんですけど、はい、それを見ていきます。説明欄、概要欄に、その最終レグの、タイミング、をなんか載せときますというか、載せとくので、まあ、途中の経過とかどうでもいいよという方は、飛ばしてみてくれたら全然いいですし、まあ途中の展開も気になる方は、全部見てもらえればなと思いますが、まあ、倍速スター結構トロくて、トロいって言っちゃいけないんですけど、まあ他の VR の体に比べたら、比較的遅い船なので、まあ、ちょっと眠たくなっちゃうよとか、もうこの先の展開なんとなく読めるよって方は全然飛ばしたり倍速で見たりが、まあ途中まではいいかなと思いますので、まあそうですね、スター以外のチームレースの、動画も撮ってあるので、それはまた、別の動画として、まとめて、まあ、コメントもつけて、いこうと思いますが、ちょっと、か今更撮るの遅すぎたというか、もっと前から録画しておくべきだったんですけど、はい。まあ、とりあえず今日から、まあ、この11月29日から、ですね、録画を始めました。ちょっと遅いですよね。これもっと早くやって、もうよかった。まあでも、まあ、ちょっとレースの解説に戻ると、今、フライングボスさんにもっと早くこっちにブランケ、ムイムイさんをブランケで落としてほしいと思ってたんですが、来てくれるのが遅くてですね、前通りにくくてちょっと不安です。しかも右フレが結構まだ入ってるような、入ってないようなので、これもっと動きが早ければ全然2手とも前とかワンツーは一応作れたかなと思いますが、まあ、そんなに大きな意味はないんですけど、まあ、他の定周でもね、結構使える、ことなので、動きだとは思うので、これですね。これは僕のせいというよりかは、まあ、どっちかというと、大須さんがもうちょっと早く対応してほしかったので、ここで上側取っちゃうのも良くないですよね、多分。どっちかというと、ペナルティ与えてほしかったかなって、欲を言えばペナルティ与えてほしかったのと、まあ、ここは、はい。まあ、とりあえず、チームレースの真似事だとは思うんですけど、このスターの、アップレイは基本的には、決着がつかないんですけど、まあ、たまに決着がつくので、やっぱりやれることはやると。で、さっきどこまで何かを違うことを話してたというか、全体的なことというかね、話してた。そう、録画始めるの遅かったなということなんですけど、まあ、最近はなんかプレイするのに必死で、なんか録画は全然できてなくてですね、まあ、前はなんか狂ったように、毎回の練習を全部録画するみたいな勢いな時もあったんですけど、ちょっとまあそれだとやっぱ投稿する動画も多くなっちゃいますし、まあ、全部コメントつけなければ別にいくらでも録画して投稿とかできるんですけどね、やっぱ多すぎるのもあれなんで、まあ少しこう、なんて言うんでしょう、皆さんの、特にこの日本のね、プレイヤーの、ね、チームレース力がね、チームレースの勘が取り戻されてきた、まあ、このタイミングがいいんじゃないかとか、いやまあ遅いんですけど、まあ、このタイミングでも全然いいんじゃないかなと。はい、もう結構特にスターの2対2についてはもう最初はなんか全員が初心者みたいな動きをしてたかもしれないので、まあ、それを何本取っても仕方ないので、まあ、いい感じにこう皆さんがこう動きを学んで、いる上で、さらにそこからどういう攻略法というかね、どういう勝ち方があり得るのかっていうのは、やっぱ録画する価値があると思いますね。特にまあ、はい、まあ、これうまいですね。
ネーションズカップのね、こう、多分キーとなるのがやっぱり、このスターの2対2だと思う、特に日本チームにとっては。まあ、僕が、あまりいいパフォーマンスを本番にできないっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱ連携っていう面でね、全然仕上がってないのかなと思うので、そこら辺はね、次の試合に僕が出るかどうかわからないですし、ここで言っちゃうと、もしかしたら海外の選手がこの日本語を聞き取って、ね、履いて盗み聞きするかもしれないので、まあ、そこまで神経質になる必要はないと思うんですけど、まあ、で、そうですね、何話しますかね、そう。まあ、まあ、このタイミングでは、まあ、グループステージ、ネーションズカップの話だと、グループステージの2戦が終わって、あとも残りもう1戦ってところですね。もう1戦がフランス戦ってところです。日本は、グループ A の、まあ、もうご存知の方は、まあ、この動画を見てる人はご存知の方が大半だと思うんですけど、グループ A でしたっけね、僕らが。がフランスと日本とドイツとスイスですね。この4チームになってまして、まあ、すでに日本の、決勝進出、あとフランスと日本の決勝進出は固いかなと。で、日本が、決勝いけない可能性ももうごくわずかに残ってるはずなんですよね、確か。それは皆さん言及、その他の人は言及しなかったと思うんですけど、なんかゼロポイントになる時があるんですね。その予定してた、その試合のを予定してたその時刻に、まあまあ、ね、国ごと現れないって、そのメンバー全員現れないみたいな、そういうことがあると、不戦敗というか、不戦敗でゼロポイントに確かなっちゃうので、そうなると、まあ、そのポイントで同点に、その今のドイツとスイスに、ポイントで並ぶことができないという、確かそういう感じだったと思いますので、まあ、まずは、フランス戦に参加することが多分決勝進出の、まあ、条件ですね。だから、まあ、ほぼ確実なんですけど、まあ、そういう可能性が1%ぐらいは、0. いや、0.1、0.01%ぐらいはあるよと。仮にこう全員がね、なんかその日トラブって、メンバーが全然集まんなかったとか、それはなくは、天文学的な話なのかもしれないですけど、なくはないので、まあ、とりあえず体調管理は、まあ、まずは気をつけていこうかなと思います。さて、最終レグになったので、ちょっと解説らしいことすると、まあそうですね、とりあえず4位を、相手を4位に、一手を4位に沈めることが、まず第一なので、それを狙っていきます。ここでペナルティ受けたのは16条でしたか、なんか10何条、11条とかなのかなとか、見方的にはそうでしたけど、で、ここは何回かペナルティ延長、1回か。ペナルティ延長があって、まあ、このスターのマッチは特に、このペナルティ延長、他のチームレースもそうなんですけど、このペナルティ延長のシステムをどうやって使いこなすかっていうのも、大事になってくるかなと思います。ペナルティ延長っていうのは、その回復、一回その船が、つけなくなってからとか、戻ってから、まあ、1秒以内ぐらいにぶつかるとまた延長するので、そこら辺はね、うまく使ってほしいなと思うんですけど、で、ここで僕が、スタボで刺せたかなと思ったんですけど、11条、上下で負けてますね、さっきのこの今食らってるペナルティは。ここでちょっと嫌な流れが続きますが、その味方が助けに来てくれればいいんですよね。ここで、まあ、正直負けるのは良くないけど、まあ、全然2対2のスターなんで、やりようがあると。で、ここでもう一回、追い出されてしまうんですけど、これで味方がかなり左まで来てしまうんですよね。これで負け確定ですね。これは確定しちゃいますね。ここまで、一応資料を作ってるんですけど、味方のシモに入って、まあ、相手のその、シモっていうのは、その、まあ、ブランケですね。ブランケって言った方が正しい、この場合は正しいんですけど、相手のブランケに入らずに、味方邸のブランケに入ると一気に、
形成が悪くなって何もできなくなってしまうので、はい、気をつけましょうと。はい、これは、まあ、あんまり、なんて言うんでしょう。まあ、スターの2対2にちょっと慣れ始めた人にとっては、あんまり、はい、見てもどうしようもないかなっていう動画です。あと僕の、ね、そもそも後ろの、はい、動きが良くなかったっていうのと、まあ、その、あと少しのところで、やっぱ、ペナルティを、こっちが受けてしまうっていう。そういう判断ミスがあったので、はい、で、ちょっとお気づきの方はいるかもしれないんですけど、この画面サイズが、パソコンではなくてスマホになってます。なんか、ちょっとね、1日前ぐらい、1、2日前ぐらいから少しだけ Wi-Fi の調子が良くなったようには思ってて、もしかしたら、いけるのかなと思ってるんですけど、やっぱ最終的にはスマホの 4G 回線でやろうとは思ってるので、はい、今のうちにプレイを全部ではないですね。スマホのプレイを多くしていこうかなという僕の練習方針です。本当は、ね、パソコンで、ね、ちゃんと安定した回線でやりたいんですけど、で、そういったところもちょっとプレイの乱れにつながってるのかもしれないです。全然下手ではないはずなんですけど、スマホでも。ただやっぱりこの、ちょっとやっぱ舵の、操作に関しては、パソコンの方に分があるので、ちょっとそこら辺でね、うまく、ペナルティ与えられてないんじゃないかなっていう、判断もしちゃったりしましたけど、多分、まあ結局言い訳というか、まあ、スマホでも全然戦えるはずなんで、はい、そこはちょっと僕は練習しなきゃなと。さあ、2レース目ですね。メンツは同じかな。僕とボスさんがチームで、また相手も同じで、ムイムイさんと総平さんだったかな。はい。ボスさんが、そのスターの2-2はほぼほぼ初めてだったので、さっきみたいなミスだとか、があったんですけど、さあ、次はどうでしょうかと。スタートは、本当に、めちゃくちゃ勝たない限りはやっぱり、下りリーグで置いていけない、相手を置いていけないので、まあ、逆に言えばこっちは大敗しないように、ちょっとスタートミスっても大敗しないように、まあ、コース取りだとかを考えたりすれば、結構有利に、展開できる。有利にというか、まあ、そうですね。まあ、とりあえずその試合を最後に、最終リーグに持っていけるというかね。で、まあ、今回は僕が、神に入られてしまったので、まあ、左に行くことになりましたが、先にタックしてくれましたのは、総平さん。ちょっと日本語が変。そうですね。あと僕も、コメントする立場としても、あんまり アップリーグずっと流してたくないなとは思うんですけど、一応ね、見てくれる人のために、撮って、一応コメント残しておきます。さっきはずっとなんか違うこと、どうでもいいことっていうか、試合とは関係ないことを話してましたけど、今回もそんな感じになるかなと思います。あとは、下りリーグの攻略法みたいなものを話したり話さなかったり、まあ、あんまり僕が攻略法を言えるほどの、なんか技量ではないことが、なんか判明してきたというか、もうすでに判明してたんですけど、まあでもなんだかんだそうですね。2手が、このスターの2対2を理解、ちゃんと理解してないと、負けま、片方だけ上手くても負けるというか、その上手い方が結構ミス全然するので、スターにおいては。結構レベルの高いスターのマッチレースとか、まあ、マッチレースだとかだと、やっぱりどっちが最終的にペナルティ受けてもおかしくないみたいな状況は、いくらでも起こりうるので、まあ、それで味方が、トラブった時にやっぱすぐに動けるというか、適切に救い出しに行ける。相手のもう一定の妨害を、避けつつ、その味方のすぐ近くにいる相手を倒す、ペナルティー与えに行ったり、まあ、追い出したりっていう、まあ、結構、まあ、難しいんですよ。結構練習の難しいんだなっていうのはなんとなく分かります。で、ここは、18で取れたかなと思ってベアしたら18で取れてませんでした。で、ここはマーク触りながら開口して先に回ります。
まあ、ここで、まあ、まだ一指紋というかね、一指紋なので、まあ、どうにもならない。で、ここも僕ちょっと下手ですね。ちょっとというか結構下手なんですけど、あんまと、変なことをやろうとすると、こんな感じになります。まだ、最初の1、2レースとかなので、まあ、溜まってないってところもありますね。で、僕はあんまり試合長引かせてもと思って、ちょっと下ろうかなっていう素振りを見せてますね。まあ、練習の時においては特に、一種目とかは早く下っちゃっても全然いいかなと思いますし、まあ、全然その一種目をフィニッシュに見立ててみたいなことを、まあ、共有してやることもありますが、ちょっとやっぱゲート回らなきゃいけないっていうのってなると、やっぱちょっと違う考え方変わるので、なんか、そうですね。やっぱちょっと違うんですよね。考えなきゃいけないことなので。ちょっとどう、要検討というか、必ずしもなんか練習になるわけではないのかなとか思ったり。まあ、ここで、宗平さんを逃がしていいのかどうかはちょっとわかんなかったんですけど、そう、あっちの左側に出てるあの青手がかなり遅いんじゃないかなとか思って一回そっち寄せたんですけど、結局、まあ、ブランケをかけられる方をかけに行きましたね。まあ、で、ボスさんが、2位に行ってくれれば、まあ、安泰ですし、ただここですぐ左側取られてしまっているので、助けに行きます。まあ、1種目がフィニッシュだとしたら、負けちゃいますね、この。あ、でもただもう一回、あるか、チャンスが。チャンスなかったですね。やっぱすぐというか、ボスさんがなかなか苦戦しているようです。マッチレース的な動きにおいてもですね。これめっちゃ下側に下っていっちゃいましたが、大丈夫でしょうか。こうなると結構厳しいですね。なんか1手がめちゃくちゃ遅れて、相手2手と、のブランケに邪魔されなきゃいけないっていう、この状況はかなり厳しい。これは、そうなんですよね。こっちが一方的にタックフェアされちゃうし、相手は全く、ね、ロスする心配はないので、ロスしても、まあ、4位の手が全然遠いのでね。これそういう、やっぱりあれですね、もしかしたらこの距離感は、もしかしたら、2回目で決着がついてしまうかもしれないんですけど、どうでしょうかね。ギリギリ届きそうですけどね。記憶がないけど、確か、逃げ切られてはなかったと思いますね。結局最終的に負けなかったか。いや、結果ははっきり覚えてる。負けなんですけど、この試合は。どうやって負けたかはちょっとあんま覚えてないですね。この距離感は、そう、もうなんか結構しんどいなと思ってたんですが、まだ、ブランケ届きそうには思います。まあ、最後の最後に一マッチとかでおしまいかな。こういう展開の方がね、こうレース時間は短くなるので、いいっちゃいいというか 全然何も良くはないかもしれないんですけど。まあ、はい。やっぱ時短は大事。練習効率っていう点を考えれば、時短は大事ですね。ここは僕が即時して、ここ僕がちょっとでも脳死すると、ダメですね、多分。めちゃくちゃ嫌な感じになります。さあ、やっぱりブランケ届くので、最後バトルがありますね。ここまでいったらほぼほぼ五分みたいなもんなので、最後、どっちが勝つかってことですね。で、なんて言うんでしょうね。これ難しいんですよね。さあ、ここで、ボスさん、これどうだ？大丈夫か？
僕もボスさんも相手に対してちょっと右側にいるのが嫌なんですけど、これ前通ろうとしたら通れなかったと。またちょっと似たような展開、さっきのレース試合と少し似てるか。僕はずっと追い出されてますね。しばらくこの、なんて言うんでしょうね、ずっとペナルティー食らい続ける展開は多いです。あ、あります。ここは、ボイスチャットがないんで、さあ、これもね、ボスさんは僕の下側から近づいてきたんで、これじゃダメですね。これじゃダメなんで、標的を変えて、ソウヘイさんだったかな、ソウヘイさんに狙いを定めていきます。これじゃダメっていうのは、その右側の青手には届かないんで、はい、こっち側の手。ああ、思い出した。さっきちょっとチラッと見たんで思い出した。これで左取られちゃうんです、だっけね。そう、これで、この位置関係はね、きついんですよね。これはまあ負けですね、結局。このままずるずるいって。で、最後、ソウヘイさんをペナルティ与えられればいいんですが、どうして、ここで、ボスさんが登るべきかどうかっていうのもちょっとわかんないんですけど、これは、圧倒的に形が悪いのは、やっぱり、一回、そうですね、味方のブランキに入ったところからはもうなんか形勢悪くなっていってましたよね。はい、ちょっと最後、もしかしたらなんかできたのかもしれないんですけど、そのためにはまずはムイムイさんに、ボスさんが捕まらないことは一番大事なのかもしれず、でもそうすると今度は宗平さんが捕まらずで、やっぱり勝率は極めて低かったと思います。まあ、しょうがないと。まだボスさんが本当に始めてばっかっていう感じなので、しょうがないんですけど、まあ、僕も全然、遅れていってるのでね。はい。人のことは言えないと。やっぱり二人が、やっぱ調子悪いというか、二人ともなんか微妙なことしてると、負けますね。一人がめちゃくちゃうまかったら多分、なんとかなっちゃうのかもしれない。けど、まあ、僕はそういった場面に出くわしたことはない、ないというか、自分でそういう場面作れたことはないかな。さあ、まあ、味方がやられますが、大敗しなければいいだけなので、で、前の人が、芝をしてくれたおかげでラップできます。まあ、ちょっと楽というか、まあ、完全に負けることはないかな。はい、じゃあまた2上手というか2下勝負ですね。まあ、はい。なんか言うことだったかな。そう、今もう11月末で、そうですね。あと、試合が、まあ、決勝進んだらというか、トーナメントステージ進んだら、あと必ず2試合はあるので、準決勝と決勝、もしくは3位決定戦で、まあ、2試合なんで、まあ、今年のネーションズカップは残り3試合ですね。まあ、今年は、各国の、その連盟、セーリング連盟がお金を払ってないと参加できない、出場できないということで、8カ国、去年の勢いのままどんどん増えていくのかなと思ったんですけど、今年は、8カ国、去年はもう15とかいましたよね、確か。で、グループステージが4つぐらいあってみたいな、結構なんか、もうこれいいんじゃないのみたいな、これなんか活気あるねって思ってたんですが、はい、今年は8カ国でやってます。で、ここは僕は、まあ、ちょっと遅延行為気味になっちゃうんですが、左側の、僕より高い黄色手にブランキー入れられると、一気に、形勢悪くなりかねなかったので、かなりオーバーセールして、相手のタックを見てから、タック。あとは、まあ、それか、味方が十分高くなったのを確認してからアタックしましたね。んで、チームメンバーがちょっと変わってまして、さっきちらっと映ってたか分かんないんですけど、僕と宗平さんがペアで、相手がムイムイさんとボスさんですね。はい、古株というか、日本の中では古株のペアと、あとはお医者さんとお医者さんの卵ペアですね。さあ、青チームが、
2位、3位ですが、まあ、これは結局1位がマークトラップでいけるし、まあ、いろいろペナルティ1回ペナルティ黄色チームが受けてしまったとしてもブランケが全然届くので、やっぱり船が速いので、遅いので、ブランケが全然届いちゃうんですよね。はい、ということで、試合勃発ですね。まあでもあんまり試合時間長くさせたくない、長引かせたくないので、はい、とりあえず下ります。でも左取られることはやっぱ嫌いますね。なんか、ほとんどの人は左取られることは、このスターの、まあマッチレースでもそうですし、チームレースでもやっぱり左取られるのはやっぱ嫌いますね。まあ、負け方っていうかね、バスタボポートで勝つ、のペナルティがやっぱ一番メジャーなんですけど、あとは、15条とか16条で返り討ちにされないかどうかっていうところなので、あとは、神突破、もう角度によってというか、位置関係とかによってはできるので、そこの兼ね合いっていうか、バランスですかね。さあ、ここは、そろそろいいんじゃないかと思って、一回ラフしました。さあ、ここは、一回神に出して、これはスタン攻撃するか、11条がいけるかしら。11条がいけるかどうかわかんない。これフィニッシュ想定だと、ちょっと負けるかもしれないっていう配置ですね。これちょっと僕はベアしにくいんで、後ろのベアに合わせてすぐベアしないと、まあ、ここがフィニッシュラインだとすれば負けちゃうのかもしれないですね。ただ今回はマーク回りたかった、こっちのマーク回りたかったので、まあ、こういった時にフィニッシュライン想定はちょっと限界があるかなと感じましたね。このレースでしたか。そうですね、やっぱ考えることが違うというか、バグを落とさなきゃいけない時と、やっぱマークを回りたいマークを死守しなきゃしたい時ってやっぱ違うので、まあまあ、フィニッシュでもね、アウターとか本戦のルームを使ったりはするときあるんですけど、それとはまたちょっと話が違うというか、もうとりあえずフィニッシュライン切ればいいだけっていうのと、まあ、綺麗に開口しなきゃいけないのってやっぱ違う、話はやっぱ違ってきますよね。ここはちょっとギリギリ、まあバー先でタック返せてますが、次どうでしょうか。これはちょっと寄せすぎたというか、で負けてしまいましたが、ここはまあ結局振り出しというかね、結局西もですね。はい、なので、この動画は自体は5、60分あるんですけど、多分見なきゃいけないのというか、フィニッシュ見るべきところは、まあ、各5レースの、それぞれの、最終レグなので、まあ、10分ぐらいあれば全部見れるのかな？どうだろう？最後2分じゃ終わらないか。2、3分、多分、1つのレグで結構、激しく争うときは2、3分かかっちゃうかもしれないんですけど、まあ、そうですね。多めに見積もっても10分、15分ぐらいで多分見れると思うので、スター出るかもしれないって方も、あとはなんか、スターちょっと上手くなりたいなって思う方は見ておくといいかも。ここは、無理やりねじ込んだんですが、ねじ込めてないですね。さあ、相手もペナルティを味方に食らっていて、まあね、何も、ここで争っても何にも本当に生まれないので、はい、さっさと次行きたいですね。本当に、なんて言うんでしょう。本当にね、これ難しいところというか、ここでの争いが結末に影響を与えるかといったら、もう本当に1割も影響はないかなという、2、3%ぐらいあるのかもしれないんですけど、やっぱり最終的には関係なくなっちゃうんですよね。ここは下に入ろうとします。下に入れましたね、このタイミングで。ということで、結構ポートでも、まあ、ラップで勝てることは、まあ、なくはないっぽいですね。相手にジャイブされる前にちゃんと、接触することができれば。さあ、味方もペナルティを相手に与えて少し逃げ体勢。青が前に陣取っていますが、で今回も、まあ、左側は基本的に、まあ、持っておきたいのかな。
さあ、どうしましょう。これ、後ろ誰だろう。これ、むいむいさんかな。ちょっとわからないんですけど。さあ、ここで味方がちょっと左側を取られてしまいましたね。左側取られてしまったので、ちょっと考えることを変えなきゃいけないかなと思いつつ、まあ、フィニッシュラインまでが遠いのが、この僕と、このむいむいさんなのかわかんないんですけど、僕らの方なのかなとか思いつつ、で、左僕も取られちゃいました。このままだとまずいですね。ペナルティを味方が食らったのでさらにまずいんですが、まあ、まだまだ、残りレグありますし、雰囲気がね、かなり、あれなので、風がめちゃくちゃ弱いので大丈夫ですね。さあ、ただ、そう、味方がペナルティ食らった時にはやっぱり、自分もペナルティ意地でも食らわないようにした方が、まあ、いい時が多いですね。あ、ここは、最後、神突破しようと目論みます。このまま逃げたいですね。やっぱり結構130度、120、30度ぐらいを考えて、まあ、アウターとかに接近すると、もしもラップとかがなくなるのかな。で、ここは、ボスさんかな。黄色の後ろの手に勝てばよくて、で、この近くの黄色手にラップされなければいいので、はい、これで勝ちと。はい、これはまあそうですね。まあ、比較的楽に勝ったパターンなので、まあこれも何ですかね。まあ、相手の動きがちょっと悪かった。で、相手がそのちょっと左に出すぎた、前にいる手、救わなきゃいけない方の手は、救助役の手がちょっと左に行き過ぎたのが原因なのと、右側にいた、まあ、ボスさんですかね、が簡単に僕に、ペナルティをもらってしまったっていうのが最大の、敗因なのかなと思います。まあ、こっからの2戦は結構複雑な展開、最後まで複雑な展開だったと思うので、どうだったっけな、わかんないんですけど、はい、ちょっと見てみましょう。メンバーがガラッと変わりまして、3人とも変わりましたかね。僕以外は3人とも変わって、竜蔵、ファミマ、まあ、ちょっとサブアカは、ね、本アカと同じ名前っていうか、近い名前にしてほしいんですけど、まあ、それは僕の都合なので 動画の都合なので、まあ、いいとして、まあ、ファミマさんって呼ぶのもなんかね、ファミリーマートに悪いような気がするし、まあ、竜蔵さんって呼びますね。竜蔵さんって方なんですけど、まあ、ナショナルチームの。はい。で、あとは、かなこさんとヨッシーさんですね。まあ、かなこさんはめちゃくちゃ練習しなきゃいけない方で、まあ、僕も、練習しなきゃいけないんですが、まあ、次も、その、さっきも言ったように、次も僕が出るかどうかはちょっとわからないです。さあ、まあ、またスキップした人は全然スキップしてもらって、まあ、スタートだけ、まあ、見る価値はあるのかなと思うんですけど、その後は特に見どころはないですというか、言い切っちゃまずいかもしれないんですけど、まあ、基本的には、相手を、まあ、カバーしたり、風掴んだりっていう、まあ、そこら辺は同じですね、他の亭主と、他の亭主の2対2と大体同じです。ここで僕は触れを感じたので、いきます、タックします。ここちょっとバウへこんだなと思ったんですが、相手のタックル数を考えるとバウがちょっと出せる、ギリギリ残れるっていう感じですかね。ここでかなこさんがちゃんとピンチングをしてくる、来てますね。これはちょっと脅威ですね。なので僕もちゃんと登って合わせなきゃいけません。ベスト BMG はボタンは使わずにいかないとですね。とっさにこう、ノーヘルプになるとちょっと慌てちゃうっていうのが僕はあるかもしれないですね。ちょっと5.4ノットで走ってますが、これ5.3ノットで低速合わせないと、どんどんこの体幹が、狭まってきちゃいます。まあ、ただ負ける距離ではないんですけど、まあそう、左振るとちょっとね、僕が走りづらくなるっていうのがあるので、ここはちょっと相手のタックを誘いましたが、無視されました。はい、で、もう一回スタボ主張していきますが、ちょっとリスクがあると思ったので、はい、もう一回やり直しで、今度は、まあ、一応、紙マークに1番で入る、練習でもしようかということで、結構オーバーセールさせましたね。
ただ後ろの2艇がめちゃくちゃ争ってるってこともあって、まあ、あんまり速く走ってもしょうがないので、タックス増やして相手と絡んでっていう感じです。はい。まあ、操船の練習になりますしね、こういうところ。あとはルールの理解というか、このバーチャルレガッタの印象のルールの理解ですね。これはとても大事なので。まあ、壊れてるルールも、プロテストなどの対象にはならないということなので、すべてを使いこなさないといけないようですね。まあ、あんまりなんか悪いと分かっ、なんか本当は違うと分かってて、それをめちゃくちゃ使うのはあんまり好きじゃないんですけど、やっぱり、ね、それは怒ってしまったら怒ってしまったっていうだけに過ぎないので、だけなので、やっぱり理解、とりあえず理解はしておかないとというところですね。さあ、まあ、最初のレグは、どうなるかな。さあ、僕が左に出たら、左に青に手がついてきちゃいました。竜道さんは僕を無視して逃げていきます。まあ、本当は、なんかもみくちゃになって練習したいところはあるんですけど、まあ、今回の練習の前には、一もフィニッシュ想定でみたいなことは言ってないので、はい、逃げちゃいましたね。まあ、2-1での動きの練習にもなるので、これはこれでいいと思うんですけど、まあ、竜造さんがちょっと、なんか暇しちゃうよなとは思いますね。あと一応まあ一走、やっぱ一下ってこう、ワンツーでめちゃくちゃ逃げられると困るので、そこら辺でね、やっぱ少し違う、考えなきゃいけないことはやっぱ少し違いますよね。さあ、これはどうするか。この間にねじ込もうとしたというか、ねじ込んで、吉井さんの下にはラップできてるっぽいんですけど、これ、右マーク回るまでにはちょっと無理かなと思って、シバーとかしちゃったんですけど、それはもう負けるに決まってるでしょうっていう感じですよね。はい、かのこさんに刺されてしまいました。これは、かのこさんを無視というか、気にせず FC さんに負けることも覚悟の上で、まあ、ラップを狙った方が良かったと思いますね、今見てみると。風が左振ってるような感じなので、はい、左に寄せつつ、全体的に左に寄りつつ、まあ、タックマッチですね。まあ、ここら辺タックしても意味は ほぼほぼ意味はないんですが、なんかみんなタックしたがるので、あと、はい。まあ、お好きにどうぞみたいな感じなんですけど、この時間はかなり無駄になっちゃいますね、練習という点では。でも、考えたんですけど、やっぱりこういう、まあ、遅延行為じみた、行為はですね、相手の神経を 逆なでするのには効くので、はい、そこですね、そこ、そういう、なんて言うんでしょうね、心理戦みたいな、観点からは、そういうのはありなのかもしれないですね。僕もタックするかな？タックしないのか。タックするよな。タックする。まあ、特に、まあ、上りのこのタックマッチとかは、優しいもんですし、まあ、ブランキ相手に増やして入れるとかも優しいもんですけど、やっぱ上りでめちゃくちゃ、なんだろう この後多分あると思うんですけど めちゃくちゃ上るっていうか、そういう場面が何回かあると思うんですけど、それを何回繰り返すかってことですね。こう結構やっぱフィニッシュラインに、とりあえず4手で向かってから最後ら辺に戦うっていうのが、まあ一番時短はできるんですけど、まあそれまでにね、まあ結構自分の腕を温めても、この操船の腕を温めてもいいですし、そのいろいろ動いてみて。ですし、まあ、さっきも言ったように、そのね、その、どれだけ、
このストレスに耐えられるかというか、この、なんていうの、ストレスって言っていいんですかね、どれだけこの、フィニッシュラインから遠ざかることを、について耐えられるか、こことかですね、ここはめちゃくちゃみんな登って、全員登り始めちゃうかなと思ったんで、僕はなんかもう、ぶつかるの覚悟で、はい、ベアしていきました。これは特にミスというよりかは、まあもう下りたいっていう気持ちがあるのと、でもなんかまた登ってますね、僕も。そうですね、ここはペナルティあんま食らいたくないから。で、の いちいち避けるときにめちゃくちゃ登っちゃってるんで、あ、で、こういうところもそうですね、左出そうとすると、はい、こうなっちゃいますね。なかなか、クローズまで登られると、まあ、左側には出れない。まあ、青チームとしては、まあ、特にこの FC リッツさんとしては、僕を、そこまで出してくれ、これはもうなんか、さっき、何ヶ月か前の試合でも、ムイムイさんが同じ動きをしてたんですけど、まあ、これは本当に遅延行為ですよね まあ、これは僕も加担してるところはあるんですけど、あ、ここでめちゃくちゃ登ってみます。これは本当に 一番無駄な時間というか あ、なんか選挙カーもどきみたいなのが今ちょっと通ってますが、さあいい加減にどっか行きたい、下りたいところ、はい、そう、これフィニッシュアップしないといけないんで フィニッシュしたい。さあペナルティ延長がやっぱ止まらない。ある程度上手い人だと、やっぱ相手をずっとペナルティ延長させるのって容易なので、まあ、そうですね、それ繰り返されるとちょっと、ずっとやっぱ船遅いわけです。それを、なんて言うんでしょう、相手の船をペナルティ解消のために避けようとすると、まあ、またそれでね、遅くなったりするんで、まあ、ここでやっと、相手の隙ができたので、ペナルティ与えていきます。で、そうです、結構だいぶ進んでないですね 進んでなくて、黄色ちょっとだけ陣形的には有利ですね。このまま走ったら逃げ切れるのかなとかちょっと思ったりしたんですが、かなこさんかな、この左側のかなこさんが結構救いに行けちゃうので、これは僕も対応しなくちゃいけません。いけませんというか、いけないなと思って、対応しなくちゃなと思って、僕は、はい、かなこさんの下に入ろうと、まあ、左側ですね、スタボの下に入ろうと企んでいますが、うまくいくでしょうか。後ろの2艇との距離が離れたので、まあ、僕としても多分、かなこさんとしてもあんまりよくないというか、あんまり嬉しくないですね。まあ、ここで逆に、かなこさんが、まあ、竜造さんに近づいちゃいました。あ、これ、よくないですね。よくなくないですけど、この時点でまあ僕がもっと左奥とかにいたらまずいのかもしれないんですけど、あ、ここで、スタンを当てることに成功して、はい。逃げ切れそうな雰囲気だけ出ていますが、ここで雄三さんが下に入って、あれペナルティーやった、あ、会えたらよかったんですけど、ここで負けてしまったので、ちょっと結構焦ってます。で、僕はちょっと上側に入っちゃうんですけど、ここから多分何回か、試合が2、2、3点します。ここで、はい、スターンを当てることができて、あとはかなこさんを追い出せればいいなと思ったんですが、ここでね、思ったより、ブランケがきついというか、そうですね。いや、これは当然知ってなくちゃいけないんですけど、ペナルティ受けてる船のブランケも、普通に濃いというか、他の通常の艇と同じぐらい濃いので、とか同じだけ濃いので、めちゃくちゃ低速が落ちちゃうんですね。それを、計算でに入れられてなくて、まあ、待ちすぎてというか、あと芝とかも多分僕使った気がするんですけど、それで、スピードが一気に落ちて、かなこさんにしても2入られて、ペナルティ与えられてっていう感じですね。あれもっと僕が、吉井律さんのブランケを避けて、もっともっと左側っていうか、で、めちゃくちゃ、なんていうんだろう、角度を落としてから一気にかなこさんを、下から突き上げれば、なんとかなったのかなっていう。で、僕は、かなこさんを下から突き上げて、多分、竜造さんがその、下側から接近した方がいいかな。まあでもとりあえずフィニッシュライン向かってもらえれば多分、チャンスはあったので、と思いますが、ちょっとやっぱ、
そうですね。これも結局2人とも微妙な動きになっちゃったというかね。僕結構まあ前線はしたというか、最後の FC さんへのスタブ攻撃じゃねえや、スターン攻撃ですかね。決まったところまでは良かったんですけど、まあ、それがその後の動きが良くなかったっていうのと、その前のまあ雄三さんが結構置いてかれちゃったっていうので、まあ、これで、ゲームオーバーということですね。なかなか難しいですね、やっぱり。今回はスタートでワンツーを作れて、ちょっとリードできます。あとは、まあ、風の触れで原因しつつ相手を走りづらい場所に追いやりつつっていう感じですかね。まあ、ここをタイトカバーしても全然良かったのかなと思うんですけど、ちょっと風の触れにあんまり、合わないので嫌いましたね。はい、これが、スターの2対2の、最後の5本目ですね。この動画では最後ですね。また、今夜か、明日はちょっと厳しいな。今夜、30日なんですけど、また夜、録画できたらしたいなと思いますね。ちなみにこの画面下のこの白い棒がたまに出てるというか、結構出てる時があるんですけど、わかりますかね？このね、画面下に点滅今してるんですが。これちょっとスマホでアクセスガイド使わないと出てきちゃうんで、まあ、ちょっと気になるかもしれないんですけど、はい、ちょっと気にしないでください、なるべく。アクセスガイドしてもいいんですけど、まあ、別に本番じゃなければする必要はないかなと思っていますね。ちょっとめんどくさいというか、解除がめんどくさかったりするので。あと、たまにスマホから離れるというか、VR から離れたかったりするんで、まあ、録画してる時に離れはしないんですけど、まあそう、いろいろあって、使ってないです。この距離なんですけど、この距離もまだね、逃げられないんですよね、確か。ですが、時短 この距離離れると、ランニングで結構下れる。相手に捕まるまで結構下れるので、時短にはなりますね。さあ、今回は勝ちたい。まあ、なんか、やっぱチームレースじゃないや。スターの2対2で勝率上げるのめっちゃ難しいんですよね。さてさてさて。さあ、下りますよ。で、ここでね、竜蔵さんだっけな。これ竜蔵、また、そう、チームは同じ組み方なんですけど、竜蔵さん、即ジャイでもいいのかなと思ったんですが、2人で風あるとこ走った方が逃げやすそうには思ったんですが、まあ、関係ないですかね。まあね、この形でも全然いいと思います。僕は必死で逃げます。とにかくこの レグの、今回のこのレグの目標は、時短をする、この試合の時短をすることなんで、なるべく、まあ、登りすぎずに、まあ、ブランケ覚悟というか、全然追いつかれること覚悟で、追いつかれることは承知で、はい、あんまり左側に出すぎずに、走ってますね。ああ、もしかしたらこの後ちょっとバッチレースの練習っぽいことするかもしれないんですけど、あんまりやんなかったかな。どうだったっけな。そこまで、記憶はちょっと定かじゃないんですけど、確か、ちょっとだけマーク、のルーム争いとかはするけど、あんまり、激しい、そのランニングでのバトルはしなかった気がしますね。僕としてはこのまま右側のマーク回っちゃいたいなと思ってるかな。高いので、やっぱり右マークが今フレで高いですし、そもそものバイアスも多分ちょっとあるかなと思うので、右側狙っています。さあ、インを取って、インを18秒を取れてて、さあ、ここはマークタッチをせずに回りたい。ここで竜王さんがアタックしてきたので、あ、そうですね、はい、竜王さんもう一回アタックしてくれました。さあ、ここは、はい、まあ、引き続きワンツーは守れるのかなっていうところでしょうか。はい、まあ、一子も、まあ、とにかく、はい、争いを少なくとすることに成功しましたが、さあ、問題はこの後の勝敗ですね。
他に話すこと特にあったっけな。いや、あ、そう、なんかフランス戦についていろいろ皆さん、作戦を考えてくださってると思うんですけど、やっぱ最終的には正面突破しかないんじゃないかなと僕は思っちゃいますね。なんかトリッキーなことを考えたり、なんか、このパターンはこうとか、なんかいろいろ考えるよりかは、正面突破、やっぱするしかないんじゃないのかなと思いますし、できなくないんじゃないかなとも思ってますね、今回の日本チームだったら。これまでの2戦はね、3対2っていう、結構、ギリギリな勝利なんですけど、まあ、フランスに対しても3対2は全然あり得るのかな。こっちが勝つ、3対2でこっちが勝つとかも全然あると思いますし、4-1もなくはないのかなと思うんですけど、これは楽観的でしょうか。多分楽観的なんでしょう。去年とか一昨年もね、もうちょっとセット数取れるかなと思って思いながら8対1とかでも負けてるので、苦しいですよね。まあでも本当に今回はね、そのなんか全員というか、みんな仕上がってるって言ったら嘘かもしれないんですけど、なんていうんでしょう、とにかく去年とか一昨年よりは、それぞれ上手い人が、なんていうんでしょう、それまでちょっと、言い方は変、なんか、うまく言えないんですけど、まあ少しパッとしなかった人とかも、あとは成長途中だった人とかももう結構成熟、今年は結構成熟してるように思いますし、まあ新しく出てきた、つわもの とか、あとはね、去年はいなかった、まあ古豪って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、はい、まあ、そういうね、方も、戻ってきてくれたので、メンツとしては、かなり熱いんじゃないかなと思いますが、さあ、それでどこまで戦えるか。さあ、最終レグなので、最終レグのことを見ていきますか。ちょっと今まで僕が、一人でプラプラ走ってたこともあって、なんかあんまりいいことなかったんですが、これはあんまり前すぎると救いづらくなるので、ちょっとここら辺から距離を詰めていきまして、これもちょっとなんかさっき似たような、ムーブがあったかもしれないんですけど、おっとっと。まあ、味方じゃなくて、味方を救おうとする、まあ、相手チーム。そうですね。を妨害するというか、逆に言うと、後ろに2対1を作ろうとしている。それも違うか。あ、ちょっと見てみましょう。はい。さあ、ここは左側を死守しつつ、最後にこれペナルティ与えれますね。これペナルティ与えて、まあ、左側のかなこさんも、左に1回結構ジャイブして左出しちゃうんで、はい。これで逃げ切れますね。なんかね、相手の動きがちょっと良くなかったかなと思いますね。で、比較的簡単に勝っちゃいましたけど、まず、FC さんが絶対に無難、ペナルティ受けちゃいけなかったのと、かなこさんがもう少し真ん中にいた方が、良かった。角度的に、行っちゃいけないところまで左に行ってたのかもしれないですね。はい、ってことで、動画の尺はまだあるんですけど、まあ、特に、言うことはないというか、もう見て学ぶ、何回も見て、そういう、その繰り返しなのかなと思い、まあ、動画で、実践のデータを集めて、その動画の資料として結構、記録残せたらなと思ってますね。図とかでその2対2の複雑な動きをやろうとすると、もうなんか果てしなく時間かかりそうなので、ちょっと今は やらないんですけど、はい、そんな感じです。じゃあ、動画をおしまいにします。